ケ選手とサッカー選手の体格差がこちらです。ビニシウス・ジュニオール身長 1m76 とクリスタプス・ポルジンギス身長 2m18 の体格差。9歳の子供と親だ。ビニシウスを肘掛けとして使っている。2m18、100kg のセンターバックってどんな感じなんだろうか？ NBA の試合に行って、このモンスターがどれほど大きいかを確認したのですが、信じられないほどだった。バスケットボールの選手がフットボールに取り組んだら即座にバロンドールを取るだろう。2m18cm のセンターフォワードへのクロス戦術を止める術はありません。ペップもお手上げです。彼はバスケットボールをやっているから身長が伸びたのであって、もしサッカーをやっていたらという疑問は無意味なものだ。NBA の進化は恐ろしいよ。以前はこんなサイズは考えられなかった。バスケは重量必要やけんね、プロ選手腹筋割れてない人多いよ。サッカー選手とバスケ選手比較するとわかりやすい。バスケの理想形はちょいデブ。身長もだが分厚さが違う。